わね。さて、説明はここまでとして、こっからが本題よ。それともまだ何か説明してほしいことでもある？あなたがこれからなる怪盗ってものについて。真実よ。怪盗ミスアルテはいつもそこにある真実を盗む。そしてそれこそが怪盗だと思ってるわ。少なくとも私はね。ええ、盗みは悪いこと、あなたは当然そう思ってるのよね。私もそれはわかるわ。盗むって言葉そのものがネガティブであることは否定しないけれど、そこで盗むは悪で思考停止するのは餌を前にしてお座りしている犬と同じよ。大切なのは考えること。自分が何を盗むのか、それは盗んでもいいものか、それをしっかり考える。その上でいいと判断したら、私は躊躇しないわ。私。そうね、その通り。昔、ある人がこんなことを言ったそうよ。人が生きる上で大切なことは、規則ではない。Be gentleman。この一語に尽きると。法律規律は、その時々の時代、場所、環境で変わる。大切なのは何をしていいのか、何をしてはいけないのか自分で考えて判断することである。私はこれまで確かに何度も法律を犯したわ。でも、Be gentleman ではあったはずよ。その自信がある。その結果、ゆうべは一つの孤児院を救ったわけだし。簡単よ。怪盗になること。見てる人々のハートを、ため息を盗むのを第一に。それを忘れなければ、少なくとも盗むという行為の意味はわかるわ。どうなった？あら。ちょ、あの。
と。ちょ、笑ってないで助けて。ネズミ影、見た目によらず情熱家なようで。そうね、で、助けて。ちなみにお嬢様、いきなり抱きついてくる男子とか、ボディーガード的には止めなきゃいけないやつなので、これは私は見てなかったことにしてください。わかったから、あの…なんで写真撮った？まあ喜んでくれて何よりよ。それでなんだっけ、なんでもない、急に机にもたれたくなっただけよ。かぐや、腰抜けた？抜けない、私は全然抜けてない。お嬢様が狼狽するのって初めて見たかも。微笑ましいというか、なんというか。ツバメ、これガチで有瀬家には内緒にしてくださいね。お嬢様が異性から腰抜かすようなことされる現場にいて、ぼんやり見てたボディーガードって、屋敷にバレたら大変ですからね。そう。改めて昨日の返事を聞こうかしら、ネズミ影。私のものになるわよね。影回答ミスアルテはいつも真実を盗み出すわ。それは時に存在しない3億円だったり、時にクズダイヤの価値を釣り上げるため作られた偽物の宝石だったり。それが私、ミスアルテ。私とその仲間たちよ。なんでもねえわよ。この2分くらいでかぐやの方がいろいろ盗まれちゃってない？うっさい。よし、それじゃあカリスさん、連行して。かしこまりました。これより貴様にお嬢様のお力になれるだけの最小限の教育を行う。まずはざっと私の持てる戦闘力の半分ほどを仕込むぞ。具体的には米兵数名と渡り合える程度。並行して怪盗に必要な素養も仕込むけど、戦闘技術がいろんな動作の勘を養うのに一番いいわ。頑張って。いい時期に5人目が入ったわね。
無理やり気味な方法だったけどね。これでアレクレピオスの完成にとりあえずの目処が立ったわ。そのことは彼にはお教えしないの？お嬢様の集めておられる真実がどんなものか。そのうち話すわよ。まだどこまで信じられるかわからないじゃない。アテンション。これより戦闘技術の講習を開始する。しばらくはここが貴様の巣だと思え。もちろん監禁などはしない。帰っても何かする気力が残らないくらい、全てをここで絞り出すだけさ。人に教えるのは久しぶりだ。少々やりすぎてしまうやもしれん。ほんの19ほどを極めた。あまり馴染みのない技法ばかりではないかな。殺害前提のマーシャルアーツは一般には出回らないし、古流の暗殺術なども多いし、日本で一番有名なのはクラブナガかな。知っているか？よく知っているじゃないか。まあそちらの技術は使わないから怯えなくていい。戦闘と言ったが、仕込むものは厳密に言って攻撃でなく防御、そして逃亡のみだ。怪盗に最も必要な素養だからな。いずれ道具を使った技も仕込むが、まずは都市空間ができなくては話にならない。これより私が貴様を抑え込む。どんな手を使ってもいい。脱出してみせろ。この館内から逃げおおせられたら、今日はここまでとしよう。ああ、ただし。私は本気で行く。勝負は基本ここからだと思え。前も述べたが、アリセ家に雇われる前は軍曹として新兵の教育を行っていた。そうして教えた新兵全員の泣き顔を見ている。相手にする想定は日本警察。基本体術は柔道でいくか。このように紙四方固めを決められたとして、抜けられるか。ほらほら、一度抜ければ終わりだぞ。ほら、抜けてみろ。それで、例の偽ダイヤを集めてた宝石商は？はい、やはり過去数十年分のジュエル鑑定を市から委託されていました。20年前、ファントム事件の時期とも重なります。オッケー、これで絞り込めそうね。はい、あとはビル・クラーク博士の残した手がかりさえ解明できれば。ヒル
か？何もないわよね。はい。もともと今日は根津くんの説得に一日当てる予定でしたが、早々に終わったので。さあ病院に行くわ。車を回してちょうだい。はい。結局一度も抜けられずだな。
ます。はい。体験版はここまでとなります。わーパチパチ。かくして怪盗になるという道を選んだ三影さん、この先どうなってしまうのか。ミスアルテことかぐやさんの狙う宝とは、病院であった老人の正体は、気になるお隣さんとの関係は。全ては本編で明かされますので、アンビシャスミッション発売までもうしばらくお待ちくださいね。ちょっと待った！どうしたのシャルちゃん。いや終わるの早すぎでありますよ。まだとってもとっても大事な人物が出てきてもいないであります。紹介もまだあんまり済んでないね。でもね、今回プロローグだけでミドルプライスのゲーム1本分くらいの文章量だから、全部入れると疲れちゃうと思うんだ。でも安心してシャルちゃん、体験版である以上お話の導入だけじゃなく内容の楽しさもお届けできたらとは思ってるな。だからこんなのを作りました。題してアンビシャスミッション本編の美味しいとこ先取りセット。
ざっくり言っちゃうと切り抜きプレイです。では張り切ってどうぞ。イエイ。これより戦闘技術の講習を開始する。まずは締め技の抜け方。ほらほら、逃げないと呼吸もできなくなるぞ。こうなってしまった原因は俺にある。その理由は本編で。キャッタキャッタ。お粗末様でした。いえ、私も食べてもらえて嬉しいです。ハルはここに座って。はい。かがやは化粧なんて初めてだよね。大丈夫、私に任せて。そんなこと。静かに、今からこの肌、私の色に染めちゃうんだから。春がまだ香りを残す6月の涼しく晴れた日、私の肌は彼女の前でほてり、汗ばんでしまわないか心配なくらいで、要素を追加してみた。ほう、なかなか腕を上げたな。よろしい、ならば私も本気を出そう。大丈夫でしたか？怪我にだけは気をつけてくださいね。手伝ってくれて感謝感謝。そう？お姉ちゃんが言うからさ、私は面倒なんだけど。そうかしら。
かもね。あんたもすぐに意外な一面を持つことになるわ。そろそろ初仕事よ。くれぐれも注意してよ。敵は強敵だわ。はじめまして、札幌市の皆さん。私の名はアリセ・ホロコ。警視庁の依頼により、この町で起きている事件のすべてを解決することになりました。我が家に伝わるこの勝因にかけて、町を荒らすコソ泥はすぐに捕まえると約束します。ほらみんな寝るよ。はーい。なあにーぷーちゃん、まだ眠くないって顔ね。うん。じゃあ絵本でも読んであげよっか。夜になると元気になっちゃうのはミカの小さい頃そっくりだね。行くわよ。いらっしゃい、コソ泥さん。捕まえなさい。とにかく走って、追いつかれたら終わりだよ。今脱出ルートを確保する。それまで耐えろ。その先に病院がある。身を隠して。こっちだ。こっちに逃げた。最上階だ。行け。お客様、もう何やってるのよあいつは。回答は絶対に逃しません。それから私の果たすべき使命。この町に盗っ人を根付かせるわけにはいかない。もう二度とファントムのような輩を出すわけに。怪盗ファントム。ミカゲさん、残念です。ねえお姉ちゃん。ん？なんだい？かぐや姫ってどんなお話？そうだな、昔々かぐや姫という大層綺麗なお姫様が、彼女はたくさんの宝物を欲しがって、けれど何も手に入れられなかったお話。
いらっしゃい、怪盗さん。以上、本編のいいとこ取り紹介でした。待てー、自分が出てない。なんなら自分がいたシーンからすら消えてる。あ、怒らないで。あとなんとなく八重ちゃんのシーンだけはネタ性のない正統派ヒロインっぽいシーンだけ選んでる気がするであります。アンビシャスミッション。